どのステージも本当にすごく盛り上がっていたんですけど、この盛り上がりをこう僕はどう体感したのかというと、イヤモニっていうのがあって、こう曲を歌うときにその反響した音が入ってこないように、その正確な音だけを聞けるようにしておく機材があるんですけど、それを耳に全員両方突っ込んでたはずなんですけど、背景俺たちへの披露の時にそのイヤモニ貫通して歓声が入ってきて、これもう僕たちの耳から流して撮ってるものなんで、その音が入ってくるってありえないんですよ。なのにそれを貫通してこう歓声が入ってきたっていうのが、もう僕的に衝撃すぎて、まあ僕今日僕が出たステージの中でやっぱそこが一番こうファンの人の熱量というか歓声が届いたところだったんで、まあそれだけこうみんながコンドットの背景俺たちっていう曲の披露を待っててくれたっていうのもそうですし、なんか僕たちがこうあそこで5人で楽曲を披露できたっていうことは本当にすごい大きなコンドットにとっての思い出になったかなと思います。はい、最高に楽しかったです。いやー、あと 2,3 回はやりたいですね独特なコメントですね。もう一回やりたいですね、相場のとこ。あと 2,3 回ユーモしか笑ってなかった。この方はもう相場には入ってた。優しい人がいた。優しい人がいた。そうですね、まあ、今言った通り僕は4ヶ月間ぐらい、まあ、YouTube の仕事をやりながら、 YouTube は演者でもあり編集者でもあるので、まあ、パソコン触りながら面白い動画を撮りながら真剣に演技やこう縦アクションの練習をするっていう、ちょっといろんなことをしている4ヶ月間だったんですけど、まあ、本当に大変で忙しかったんですけど、まあ、現場の教えてくれる監督だったりその先生だったり、その同じ年ぐらいの演者さんだったりが、まあ、すごいいい人たちで、もう現場自体練習しに行くのも楽しくて楽しくて仕方がなくて、もう大好きな部活に行くぐらいの気持ちで行ってた分、寂しいなと思う気持ちもありつつ、やっぱり本当にこの CDF でこう成功させなきゃっていうのは重りにはなっていたのかなと終わった時に感じましたね。そんな本番俺はいけるいけるみたいなタイプで、俺本番強いからみたいな感じで行きまいってたんですけど、まあ、終わったら終わったで、まあ良かったという気持ちにすごい駆られて泣いてましたよ。泣いてはないんですけど、まあ、いや泣いてたんですよ。この男、この他のメンバーがその他のステージとかでこうあっちゃこっちゃ行ってる時に帰ってきて、みんなに向かってありがとうございましたっていうのがめっちゃ泣いてたんですよ。泣いてはないんですけど、めっちゃ泣いてた、めっちゃ泣いてみたいなもんで、めちゃくちゃ泣いてたよ。いやいや本当に、いや強がるタイプなんで、何でもかんでも余裕だできる俺は最強だみたいな感じで、全クリエイターに全友達に全員に言いふらして盾に挑んだんで、まあ、ミスったらクソダサいとこまで自分を追い込んで、やっぱ最高のステージを作れたなっていう自分のかっこよさに泣いたみたいな泣いてる自分のかっこよさとか大変だったなとか本当にありがとうございますとか寂しいなとかいろんな気持ちがこもった、涙みたいなものが、こぼれたっていう感じです。汗かも分かんなかったの。汗だったね。分かんない。鼻水汗みたいな感じですね。熱い汗みたいな感じでした。キワキワです。そんな感じです。男泣きをされたと。まあ、話してないんですけど。されたということでよろしいでしょうか。下、下、はい、この方が書きやすいね。しました。ありがとうございます。続いて、アムギリさん、はい。今年は歌で見せる圧巻のライブステージでしたが、感想を教えてください。どうだった、あんちゃん。あ、そうですね。去年の、CDF を、僕の出演する場所以外の時は基本的に裏で見てたんですけど、その時に、まあスーパークリエイタースーパーライブで、まあ、ユーマを筆頭に他クリエイターが披露してる姿を見て、うわーめっちゃかっこいいと思って、僕その去年の時に夢の宣言でメジャーデビューしたいって宣言した時に、いつかこのステージに出てみたいなと思って、でデビューさせていただいて自分の曲作って、でこういう披露する機会を作ってもらって、しかもクリエイタースーパーライブの初っ端ということで、いやいいのかなと思ったんですけど、もうこれは本気出すしかないと思って、はい、緊張はなかったんですけど、緊張はなかったですね。今は一番緊張してるので、皆さんあんまプレッシャーをかけないでください。皆さんがかけてください。皆さんのどんどん緊張しちゃって。いやそうですね。
でもなんか、まあ自分の力を最大限に発揮できたパフォーマンスだったよね。俺はちなみにめちゃくちゃ上がってたからね。いや、裏の俺らもうずっと、うわ、無理だもうずっと、むちゃくちゃ、もう全員大盛り上がりな。関西弁のとこだけは俺とヒロめっちゃ突っ込んでた。これは何だったの？なんで関西弁やねんって。けど、そのなんで関西弁やねんっていう気持ちが一瞬に消えんの、歌い出した瞬間。かっこよすぎて。お前、えぐいです。なんか何でも、何してもかっこいい状態。関西弁もかっこいいと思う。かっこいいみたいな感じだ。かっこいいみたいな感じだ。みたいな感じというか。かっこよかったね、歌ね。まあ難しいところだ。難しい。関東の人だ。そう。関東なんで。まあ生まれがね、関西だったんですね。とても優秀だけど。あの、いいステージを作れたのではないかなと、個人的には思ってます。うん、はい、ありがとうございました。めちゃめちゃよかった。はい、関西弁も込みで大丈夫でした。ありがとうございます。続いてゆうたさん、はい、あの全くの未経験から初挑戦したピアノ、会場が一つになった瞬間でした。いかがでしたか？まあ、正直その本領発揮できなかったっていう心残りはあるんですが、それはあくまで自分の中での感情であって、見に来てくれた人とかペーパービューで見てくれてた人にはやっぱこうなんていうんですかね、全力で真剣に挑戦する姿をこう見せれたのかなっていうふうには思ってるので、うん、このなんか悔しい気持ちはこの自分の中で自分の中にしまい込んで、堂々とやりきったぞっていうふうに言いたいなと思います。すごい楽しかったです。思いは届いたと思います。ちなみになんだけどさ、あれってさ普通に弾き切るよりさ止まっちゃったところから弾き直す方が難しくない？まあテンション的にも戻しづらいとこはある、ね、ああ俺そこを俺だったらもう持ち直せずに多分鍵盤投げちゃってたから客席にそこをやっぱこう向き合って戻していって最後さこう決めていくユータ、あやっぱユータだなっていう、まあユータならでの信頼を俺も生きてうんうん、ユータだからっていう。嬉しいけどお前だったら一応も弾けてない、うん、この素敵なカバーに対してその本を後で返すとこのことって書いててくださいこのことって書いててください。このことです。このことです。続いてユーマさん、アーティストユーマとしてさらに成長した姿が垣間見えるライブステージでしたが、あの他クリエイターとのコラボや幼なじみの松本千夏さんとのパフォーマンスいかがでしたか？はい、いや地元の友達松本とエコメステージやらさせていただいたんですけども、やっぱ僕たちが地元のりを全国へって活動してる中でまた新たな地元のりを一つ見せれたんじゃないかなと思いましたね。で松本はとにかくいや最高でしたね。もう笑顔素敵だし、あれは緊張ほぐれるよね。本当に松本と歌ってる間の時間は1ミリも緊張しなかったっていう。うーん、すごい。まあトークは緊張しちゃったんですけど、あれは危ないトークでしたね。めっちゃ危なかった。二度と見たくないですね。今年トーク危なかったよね。うんうん、ちょっと危なかったんですけど、まあ曲多かったから。まあそうか、トークの数が多かったもん。そうです、さすがに。ちょっと覚えきれないこと言ってんだよな。結局いいこと言ってんだよ。そうなんです。で、やっぱ今年1年間やってきたものを、なんというか、見せれたんじゃないかなと。アルバム発表すること、発表、アルバムの発表もあったんですけど、その曲作りをいっぱいしていく上で、自分がちょっと成長したものっていうかを、今回見せれたんじゃないかなと思います。ありがとうございました。よい花火のコラボステージはいかがでしたか？よい花火、よかったっすね、本当に。物ってか、物ってか、大丈夫、え、大丈夫、物ってかって言ったの。いや、大丈夫、大丈夫、もう勝負です、違う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 、特に高いところが出るか不安で、結構練習したりとかしながら、はい、やってた。いや、そうだよね、めっちゃさ、お風呂でさ、うん、めっちゃ歌ってたよね、今、上昇でやってたんですけど、ね、だから練習したりして、なんかもうみんなすごい、その、すごい人たちだったんで、この足を引っ張るわけにはいかないなっていうプレッシャーの中、その多分みんながそういう気持ちできてて、その一緒に作り上げていくみたいなその気持ちが一体になって素晴らしいステージになったかなと思いました。ありがとうございます。熱量高いファン、そうですね、やっぱり一番キーワードとなるのはこの近さなのかなと思っていて、YouTube って無料で見れるからこそ誰でもこう触れることができるわけじゃないですか。アプリをダウンロードしてれば僕たちの動画を、1本例えば1時間ぐらいのやつをもう無料で何
中にあるサービス、コンテンツってお金を払わないと見れないものがほとんどなんで、そこにやっぱり一歩こう乗り越えなきゃいけない壁みたいなものがあって、ちょっとこう楽しむ側の人とこうエンターテインする側の人たちに距離感があると思うんですよ。ただ僕たちはそのプラットフォームの性質上、やっぱりその距離がすごく近いと思っていて、だからこそ視聴者のみんなにもこう伝わる感情だったり言葉がすごいリアルなものだと思うんですね。だからそう普段動画で毎日見てる人たちが目の前にいつもと違うかっこいい姿、きらびやかな姿で出てきたっていうところで、そのギャップが他のエンターテイナー、アーティストの人とかじゃ作れないなんですかね、この振り幅があるんじゃないかなって僕は個人的に思っていて、これできるのは逆に YouTube クリエイターだけかなと僕は思ってます。普段もアーティストの方、芸能人の方も普段からかっこいいんで、なんかかっこいいこと、かわいいことっていうのもそのままコンテンツにしてるか否かっていうその差なのかなってやっぱ思いましたね。夢の宣言でも言ったんですけど、僕たちコムドットはこのエンターテインメントを通して、こうどうかこの画面の向こうのみんなだったり来てくれた観客のみんなに、こう自分の人生と向き合うきっかけっていうものを受け取ってほしくて、あ、コムドットが頑張ってる、素敵だな、コムドットだからこんなことできてるんだなって終わるんじゃなくて、コムドットが頑張ってるんだから自分も頑張ろうとか、あ、こんなに熱い気持ちになったらそれを行動に移そうとか、なんか自分が今まで逃げたことに向き合ってみようみたいな、そういうふうな、なんかこうみんなの人生がプラスにプラスにプラスに向かっていくような活動をしたいと思ってここまでずっとやってきたので、なんかやっぱこういうね、本当にたくさんの人の前でこういうパフォーマンスをして、みんな少なからずこう心が動いたと思うんで、なんかそれを何かしらのアクションにつなげてもらって、でまたみんなと会える機会を作った時に、あの時のあの言葉で、こういう人生になりましたっていうことを伝えてもらえたら、僕たち的にはもうこれ以上に嬉しいことはないんで、そういう日をまた作れるように、僕たちはまた気を引き締めて頑張っていきたいなと思います。見に来てくれた皆さん、本当にありがとうございました。